我ら森の民、モンゴル高原の東の端に大きな山があって、大高安嶺。この山に遮られて、太平洋からの湿った風はモンゴル高原には来ない。モンゴル高原は雨が降らないから大草原、そこで羊を飼っている。しかし山の東側、後に満州と呼ばれる地域、ここは雨がいっぱい降る。で、寒い。北海道のような大森林、その大森林の中に野生動物がたくさん、クマさん、キツネさん、リスさん、そういう野生動物を弓矢で狩りをして我々は生きてきた。ツングース系狩猟民、このように頭をテカテカに剃り、後ろ髪だけ残し、三つ編みにして腰まで伸ばす。実は我らはかつてここに大きな国を作ったことがある。それはまず第一に、コウクリ。朝鮮に南下してラクローグを滅ぼしたあのコウクリは我らが祖先だが、唐と新羅連合軍に滅ぼされた。二つ目、渤海。唐の末期に唐から独立、新羅に対抗して日本と盛んに交易を行った渤海。しかしこの渤海は契丹に滅ぼされ、その後我ら森の民、あの凶暴な草原の民の支配下に置かれた。契丹は我らに重税を課した。契丹討つべし。この森に英雄が現れた。ワンヤン・アグダ、姓がワンヤン、名がアグダ。契丹討つべし。我ら立ち上がって森を一個にまとめ、かつてのコウクリのようなコウクリを作るべし、大国を作るべし。国名は金、黄金の国。これは森の中で砂金が取れるんだ。このニュースが宋に伝わった。宋は当時奇宗皇帝、王安石の改革は失敗に終わり、もう慢性的財政難に苦しむ宋、これを利用して一気に領を滅ぼし、あの千円の銘を破棄して、年ごとの贈り物をなくすことはできないか、プラス英雲十六州を取り消せないかと策略。この奇宗がワンヤン・アグダに使いを送った。アグダ殿、大宋帝国は金を承認する。我らは手を組んであの凶暴な契丹を挟み撃ちにしようではないか。領が滅んだ後、頂上の北は金に与える。だが頂上の南、英雲十六州は我が中華のもの、これは必ず返すべし。また今まで宋に払って、領に払っていた歳兵は今後金に与えよう。これ領に見つからないように海の方から使い送ったんで、海上の命って言うんですよ。送金同盟。アグダは答えた。よく分かった、手を組もうと。この後金軍が立ち上がって領を攻めた。不意をつかれた領は大敗し、もともと遊牧民であるから場所にはこだわらない。それで部族全体が西に向かって大移動した。逃げろ。そしてあのウイグル人が住んでいるあの辺り、タリーム盆地、トルキスタン、あそこに大移動した。ここからあと西の領、西領、領の王族、王子だったヤリツ大石が清掃した。で、彼らは仏教徒で、タリーム盆地はすでにイスラム化していたんで、イスラム教徒をいじめた。だからイスラム教徒はこの契丹のことを非常に嫌って、黒い契丹人と呼んだ。で、これをカラキタイと呼ぶ。
約束通り、キッタンは戻り、キンは英雲十六州を宋に返した。200年ぶりに帰ってきた英雲十六州。宋は大喜び、そして調子に乗った。今我らは、バーリの長城を奪回した。長城を取り返せば、ここで守りを固め、金の侵入は防げる。よって、歳兵は払わぬ。なに、もともと財政なんだ。金の使いは追い返せ。金は怒った。騙したな。そう罰するべし。成功の年、金の大軍が長城を突破した。簡単に突破した。そしてガンガン南下する。都の解放がキングに囲まれた。慌てふためく奇想皇帝、なんということだ。私が悪かった。私は皇帝をやめよう。やめよう。それでいいだろう。息子に後を継がせるから。金は許さない。奇想皇帝と息子の金想皇帝ともども捕らえ、1127年、奇想金想2人の皇帝、元皇帝と、あと高級官僚数千人がキングに捕らわれ、北方の森の中へ拉致された。この事件のことを成功の変という。この2人はこの後北方の森で寂しく生涯を終える。毎日泣いて暮らした。金に捕らわれ日々に泣く、成功の変。金に捕らわれ日々に泣く、成功の変。まあこの奇想って人は皇帝になったのが間違いだった。この人はある意味彼は天才だったんですよ。奇想って人は。それはね、この鳩の絵ですね、これを描いたのが奇想皇帝です。もうプロですね、画家としては。毎日絵を描いてた。で、全く政治に興味がなく、だから彼は皇帝になるべきじゃなかったね。東急図といって桃の枝に鳩が止まってるってんで、宋の文化を代表する絵画だ。奇想皇帝。この捕まった息子の方、金宋に弟がいて、彼はこの事件の時に都にいなかったんだ。それで逃げた。高宋という、大運河を通って海に出るところ、ここですね。広州って町に臨時政府を作った、臨時の都にした。だからこれを臨安という、臨時の都って意味だ。こっから後が南宋。そして南宋の政府の中が割れた。これ以上戦っても領土が減っていくばかり。もうこの辺で金に妥協して、もう北中国を諦めて、せめて南中国だけを保とうではないかという穏健派というか、まあ弱腰グループ。これは主に官僚ですね、官僚グループ。一方で何を言うか、都の解放を奪回して、あの蛮族頭テカテカ連中を全部追放して、もう一回頂上まで攻め込むべきだという強気グループ。これは主に軍人たち、軍部。そうするとほら、宋っていうのはほら、例によって文治主義だから、軍人の台頭を恐れるんだよ、皇帝は。そこでこの和平派の新海っていう男が権力を握って、彼が宰相になったんだ。実は新海は成功の兵の時に捕まっている。捕まって北方に拉致されて、なぜか新海と奥さんだけ釈放された。そして臨安に戻ってきて言ったことは、皇帝陛下、無駄な抵抗はやめましょうっつった。怪しいねこれな。つまり何か金に言い含められてきたんだよ、これは。もうはっきり言ってこの男は金の手先になってる。南宋の正規軍が負けちゃった後も、一部の軍人たちは義勇兵集めてゲリラ戦やってる。そのゲリラのリーダーだったのが学費将軍で、学費は勝手に金に攻め込んで戦ってるわけで、そうすると金から見ると、一体南宋は和平を結ぶのか抵抗するのかはっきりしたと。学費がいる限り和平結べんと、こう言ってきた。そこで焦った新海は学費を呼んだ。学費将軍、皇帝陛下がお前に会いたがってる。都の臨安に出頭せよ。
そうですかと言って学費が都に出頭したところを彼は逮捕され、反逆罪で捕らわれ、それで獄中で毒殺された。学費で、こうして軍を抑えて和平派の新会が独裁権握って、そして金との和平がなった。将校の和議1、国境線について、黄河と長江の間を流れているワイガっていう川、ワイガを今後永久に両国の国境にする。これ見て分かりますけども、実は当時黄河がですね南に流れていてですね、今のワイガが実は黄河だったんです、うん、でこれを国境にするとということは、北中国中原が永久に金の領地になった。2、最初の約束通り南宋は金に歳兵を支払うが、今回は敗戦国南宋が先進国金に対してこういうことにする、南宋皇帝を臣下、そして金の皇帝は主君であって、臣下から主君に対する貢ぎ物として、だから歳兵じゃなくて歳皇って言うんだ、貢ぐって字書くんだ、銀と絹を与えると、差し上げると、献上すると。内容も聞かれます。で、前にやった千円の銘とこれが紛らわしいから、ちゃんと両方とも説明ができるように。千円の銘は亮が弟、宋がお兄さん、ね、で今回は、金が主君で南宋が臣下、逆転したね。中華思想では世界に冠たる中華民族に周辺の国々が貢ぐ、これが本来あるべき姿、それが今回は逆転した屈辱。新海は皇帝の信任を得て独裁権力を振るって、それに反対する勢力を一掃し弾圧し、だから新海の生きてるうちは誰も何も言えなかったんだが、新海が亡き後彼の評価は逆転した。新海はカンカンである。カンカン、中国語でハンジエンって言うんだけど、これはカン民族の裏切り者って意味で、国を売った者を売国奴、新海で、逆に毒殺された学費の評価が逆転して、学費はまさに民族の英雄であると、国を救った英雄であると、そして無残な最後を遂げた。臨安の町には学費を神と称える神殿が建つ、学費美容といって、今でも大勢の人たちが参拝をしている。そして学費病に詣でる参道には新海の像が置かれ、新海と奥さんの像が置かれ、二人は罪人として後ろ手に縛られ、ひざまずかされ、上半身裸にされて頭を打たれ、そして参拝客はこの新海の像に唾を吐いてから参拝する。こんなことをもう千年もやってる。これが中国人、絶対に許さない、絶対許さない、水に流さない、永久に呪う。そしてこの学費の物語は繰り返し繰り返しお芝居になり、小説になり、近代になると映画になり、ドラマになり、アニメになり、もう子供でも知っている、中国人が知っている最も有名な歴史の人物、誰か、始皇帝か違う、漢の武帝か違う、学費ですよ、学費。どんなちっちゃい子供で知ってますよ、学費のことは。ゆえフェイって言うんだよ。で、逆に一番ひどい売国奴、カンカンが新海ですが、もう一人いまして、売国奴って言われてる人が王朝明という人です。王朝明は孫文の側近だった人で、孫文亡き後蒋介石と権力を争った。
軍人の紹介先と。で、彼は文官で、王朝名。日中戦争が始まった時に、蒋介石は言った、最後の一人まで抵抗すると。いや、主戦派ですね。王朝明は言った、いや、日本軍は強すぎるから、これ以上抵抗すると被害が増えるばっかりだ。私は日本との和平交渉をやりたい。これで二人は激突。南京が陥落した後で、蒋介石は内陸の重慶にこもって抵抗を続ける。しかし王朝明は、ここ重慶を脱出して、で飛行機で日本軍占領下の南京にやってきて、日本と和平交渉に入ったんですよ。で、日本はこれを利用して王朝明政権というのを南京に立てて、まあ、一種の傀儡政権ですよね。わかるでしょ。蒋介石は学士なんですよ。で、王朝明は新海なんですよ。1944年、もう日本軍の敗北は時間の問題だった頃に、王朝明は南京で亡くなったんです。で、彼は思った。もしかしたら蒋介石が戻ってくるかもしれないとね。そしたら私はね、カンカンとして、もうどんなひどい扱いされるかわからないと。おそらく墓は暴かれるって。だから遺言で、私の墓は丈夫なあのコンクリートで固めて要塞のような墓を作れって言って、で南京に巨大な墓を作って、もう要塞ですよ。そして翌年45年に日本が敗北して撤退する。で、あと変わって入ってきたのが蒋介石の軍隊で、まずやったことは王朝明の墓を探してダイナマイトで爆破した。絶対許さん、カンカン。この問題になるともう彼らはね、思考停止しますね。もうカンカンって言葉出るともうそれで一切いかなる弁明も許さない。だから例えばよくあの日中関係揉めますよね。やれ尖閣だなんだかんだ揉めますよね。揉めると必ず中国の政府の中で、日本を打倒しろという強気グループと、いやーなこと言ったって今ね、こんだけあの経済関係もあるんだから、まあまあうまく まとめるっていう人必ずいるわけですよ。ところが日本とうまくやろうっていう政治家は何て言われるか、カンカンですよ。でもカンカンって言われたらもうそれはね、政治生命なくすんだから。だから今のあの温家宝首相、あの人は本当はものすごい温厚な人なんですよ。あの人があの尖閣の時にもう目つり上げて、日本は謝罪しろって言いましたね。あれ言わないと自分が危ないんだから。そういう国。宋のプリントの右側に金についてまとめておきました。ツングス系の女真族が領から独立した。あの、渤海って書いてあるのは、かつて同じツングス系民族が同じ場所に渤海って国を作っていた。今までやったツングスの国ってのは、最初が高句麗。高句麗。で、次が渤海。で、三つ目が金。で、後でもう一個出てきて、秦、あの、山水の清い、あの秦、あれも同じ民族。そして、西高の変で、宋を滅ぼすと。あと、星マークで、蒙安亡国、金の軍事行政組織。これは、女真の言葉で、数字の千、サウザンド、千が民間と言います。で、兵隊1000人で1チームを作って、この1000人隊のことを民間、それを10個に分けた100人隊のことを亡国、女真語で無形と言います。で、この民間無形を漢字で当てはめたのが蒙安亡国。これはこの後出てくるモンゴルの軍隊組織、千戸姓に受け継がれるということになります。まあ、南宋という国は中国史上最も領土が狭かった、まあ、情けない国なんですが、皮肉なことに最も経済的には発展した。それを支えたのは貿易。当時ベトナム中部にチャンパーという国があった。これはあのベトナム人じゃなくてチャム人というあの先住民族の国で、ここから新しい品種の米が伝わった。仙城島。仙城はチャンパーの漢字名。
戦場の稲、みんなが毎日食べてるお米はこういうお米、丸いお米、ジャポニカ米という。ところが東南アジア、ベトナム、タイ、ビルマ、あとはインドのお米は違う、インディカ米という。長い、粒が長い、水気がない、バサバサしてる。ジャポニカはおにぎりできる、インディカでおにぎりできない、バラけちゃう。その代わり油で炒める、チャーハン、ピラフ、カレーに使ったら抜群にうまい。これはインディカ米で、もともと熱帯の米だから暑さに強い。夏に日照りがあるとジャポニカはシュンと枯れちゃう、インディカは枯れない。これが入ってきた。もう一個、新しい干拓の方法が広がった、広まった。この海岸部分は湿地帯、ゼロメーター地帯が多い。ちょっと高潮があると海水が入ってきて、あの稲ってのは潮に弱いんだよ、枯れちゃうんだよ。だから湿地帯を土手で囲むんだ、まず。で、海に面した方に水門をつけておく、水門を。で、高潮が来たら水門を閉める、で海水の侵入を止めると。で、潮が引いた時に水門を開くと、この中の、あの潮水がどんどん出ていくと。で、雨が降るからね、だん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 潮気抜けていって、で、ここは最後はあの田んぼに変わっていく。周りを囲んで湿地帯を干拓するから、これ遺伝で、水田の面積が爆発的に増えた。降雪熟すれば天下たる、長江の河口地域、江蘇浙江をまとめて降雪、ちょうど都の臨安の周り、ここで米が実ると国中がお腹いっぱい。降雪熟すれば天下たる、降雪熟すれば天下たる。そこで米の輸出が始まった。どこに売るか、金ですよ。だって金は寒いから米取れないもん、あそこは。ちょうどワイガの線なんだよ。ワイガの北は金、米取れないんだよ。ご飯の後はお茶。お茶を飲む習慣は唐代に始まった。あのお茶っていうのはもともとは雲南の植物で、で唐代に広まって、まずは貴族たちで、一般民衆がお茶飲みになったのはこの宋代です。でお茶っていうのは逆に水気の少ないあったかいところ、日本だったら静岡ですね、で中国だったらこれですね、この江雪の南、台湾の反対側、これ何、福建、福建のお茶。これもお茶も寒いとこはできないから、金に売れば儲かる、儲かる。あとお茶っていうのは、実はあれはあの緑茶ね、緑茶はビタミン C の塊なんですよ。で北方民族は基本的に野菜食べないんですよ。食べないんだから、食べないから、もういつもビタミン欠乏症で、よく目が見えなくなっちゃうとか、背中曲がっちゃうとか、いろんなそのビタミン欠乏症の病気が多かったので、そこに彼らがお茶を飲むと、これは要するにビタミン剤になるわけで、ビタミン欠乏症の人が緑茶を飲むとね、要するに僕らがあのドリンク剤飲んだのと同じなんですよ。で元気になるんですよ、これと。一旦お茶飲んだらもう話せなくなっちゃって、バンバンお茶買うわけ。そしてご飯やお茶を何に入れるか、器ですね、陶磁器で。陶磁器の産地がまたここにあって、でその都甲州のちょっと奥ですね、西側にこの辺り慶徳鎮、素晴らしい粘土が取れるところ、慶徳鎮。日本ではあの陶器で有名なのは愛知県の瀬戸っていう町です。だから瀬戸物って言いますね。同じように慶徳鎮が有名になって、もう慶徳鎮っていうと陶磁器を表すようになった。でこれらまとめて、江雪の米、福建の茶、慶徳鎮の陶磁器をまとめて金に売ると、これは貿易ですからちゃんとお金もらえます、代金を。で国際通貨は銀ですから、シルバー。膨大な銀が金から南宋に流れてきて、その額は毎年南宋が貢いでる贈り物の額より上回ったんですよ。だから実は南宋は黒字になったの。
最高を上回る。そしてこの後100年間、金と南宋は平和を保つことができたので、まあ、これはつまりは清海の功績なんですよ。だからここまでボロクソに言うのはどうかと私は思いますけどね、清海のことを。そして金と南宋がこの奇妙な平和を楽しんで、お互いにだんだんこう平和ボケした頃に、そのさらに北方の草原地帯にあの男が生まれた、テムジン、後のチンギス・ハン。ちょっと補足することがありまして、宋の経済について、唐の時代っていうのは土地が近伝性国有地であるように、商業も国家が統制しました。例えば長安の町、長安の正式名称は長安城、城という字をつけます。この城っていうのは日本語のお城ではなくて、真四角な壁に囲まれた都市を表す。長安城、洛陽城、全部そうです。五番の目のような道路があり、南北東西五番の目のような道路によって仕切られ、これ城防制って言います。一番北側に役所、官庁街、そして南側に広がっているのが官僚住宅、管理の住宅。朝出勤して北の役所に行って夕方戻ってくると、これを繰り返す。官僚だって飯食いますから、その食料はどうするかっていうと、マーケットがあります。で、だいたい南の方に市、この市っていうのが国がやってるマーケット、官営市場で、政府の許可を受けた商人だけがここで営業する。朝何時から夕方何時まで決まっていて、入り口に門番がいて、許可証がないと入れない。で、政府の決めた値段で物を売るということですね。ところが商品が売れ残ったりすると、これを夕方城の外で販売することもあった。城外、都市の外の、例えば橋のたもとなんかに民間マーケットができていく。これを草市、草の市と書いて草市、民間マーケット、民間市場。安史の乱、高宗の乱で城が焼かれます。で、東町が無政府状態になっていくと、この草市に人が集まっていって、商業都市に発展する。この商業都市のことを陳市という。自然発生なんで、町の形はいろいろで、道路もぐちゃぐちゃなんですが、ものすごい活気がある。深夜何時までも営業できる、24時間営業も OK で、町の自治を商人や職人さんが行う。で、組合ができて、商人組合を公、それから職人さんの同業者組合を作。同じ業種が同じ通りに並ぶと仕入れなんかに便利なんで、例えば東京だったら神田の古本屋街とか秋葉原電気街みたいなもんで、店が並ぶっていうので、こう行くって言うんですね。こう、例えば絹を売る商人が並ぶ通りは絹工、健康。銅を売る商人が並ぶ通りは銅工。銀を売る商人が並ぶ通りは銀行。銀行の語源はこれ。それから物を作ってる職人さんたちは作、作るから作が、相互扶助、自治を行った。ちょうど中世ヨーロッパのギルトと同じ。北宋の都開放や南宋の都臨安はまさに商業都市で、ものすごい活気があった。清明上河図っていう絵が残ってます。北宋の都開放の繁栄を描いた。もうこれは
今の例えば東京の池袋や新宿なんかと全く同じ。商人たちだんだん商売が盛んになっていくと、取引をするときにいちいちお金払うのはめんどくさいね。それでお金の代わりにですね、手形を発行する。例えばこの紙切れ1枚と銅線何十枚を交換します、何百枚交換します。お金の引き換え券ですね、これを手形と言います。東大には飛銭、飛ぶ銭って書いて飛銭。そうすると重くないし、しまえるから安全だし。そうになってからこれを政府が発行します。北宋の時に孔子、南宋が海子、これは政府が発行する、銅銭の引き換え券、つまりは紙幣。実は世界最初の紙幣がこの孔子海子宋が発行した。そして北方民族の金元が真似して孔鍾と言います。中国の都っていうのは基本的にこの5箇所のどれかなんですよ。まず一番最初に周の都だった光景ですね、あれ以来夷水盆地に置かれた。でいろいろ、まあ、名前は、光景、寛陽、長安と変わりますけども、まあ、長安でまとめて書いておきますが、でこの長安、夷水盆地が何かの理由で使えないときには盆地を出たすぐのところ洛陽に遷都をします。今ね長安は西安、西の安って感じですけども、あと洛陽も今でもありますけども、今行ったらもうとてつもない田舎ですよ。うん、なんかもうわびれた地方都市になってます。でなんであんなところが昔都になったのかって不思議なんですけど、それは実はそのバックにシルクロードがつながってた、うん、でここから西から商人が大勢来るからものすごい栄えたんです。で隋の時に大運河ができましたが、隋唐を通してやっぱり都は長安ですよね。このね絹の道、オアシスの道が唐の末期に突然衰えます。それは何かっていうとあれです、ウイグル、ウイグルと吐蕃がちょうどここですから、真ん中、北からウイグルが攻めてくる、南から吐蕃が攻めてくる。それでこの道が危険になっちゃったんですよ。そうするとあなたがもし商人だったらここ通りますか？嫌でしょここね。だから商人はここを避けたんです。それでどうやって来るかというと海から来るんですよ、海から。でインドぐるっと回って、それでそうするとその海とつながってるのが大運河なんで、貿易ルートがこっち移ったの、唐の末期に。そこで修善中は海宝を都にし、大運河が黄河に交わるところ、これが、はい、A 海宝。五代から次の北宋までの都、大運河が海に出るところ、これが臨安、次の南宋の都。そして大運河が頂上にぶつかるところ、これが北京です。北京の意味はそういうこと。だからあそこはですね、あんなに寒いところなのに南から米が入ってくるんですよ、北京っていうところは。あとこの辺りは草原があるから馬も飼えると。で頂上を守る防波堤になってるということですね。で、この北京遠州
あとその西側に雲州平城で、この薄くグレーになってるところ、これが援軍十六州。 OK。 そして北京、北方民族の王朝、金、元、それから次の明、清で今の中国まで、北京が始祖になったということですね。まあ、大雑把に言うとこういうことです。